はい、というわけで今回は、年末年始特別企画と題しまして、マグマグマグロンゲーム実況チャンネルチャンネル登録者2000人達成、まあ誰もいないんだけれども、これどっちだっけ、こうだっけ。はい、というわけでね、今のはね、アーセナルのラカゼットの真似をしたんですが、年末年始特別企画のこの冬に移籍したらどうしようっていうことは考えないで今やったな。大丈夫かな、ラカゼット移籍しなければいいんだけれどもね、濃厚でございます。はい、どうもマグマグマグロンと申しまーす。はい、というわけで今回は過去にですね、4年前ということは4年かかったわけですね。まあまあ、微増ですから、しょうがないですね。マグマグマグロンのゲーム実況チャンネルが、チャンネル登録者1000人を達成したのが4年前ですので、今回これでチャンネル登録者2000人を達成しました。これで、4年間分マグがどんなゲームを今やってきたのかっていうのをね、ざっと振り返ろうかなっていう、そういう動画でございます。多分、ここら辺に、ね、そういうゲームの動画を混ぜつつ、これが編集大変だけど、まあね、ここに混ぜつつ、今日はちょっと今までのマグマグマグロンの動画を振り返っていきたいなと思います。もしかしたらね、このチャンネルをご覧の皆さんのほとんどは、フッティスタだけしか見てないとか、サカツクだけしか見てないっていう人にね、多分分かれるんじゃないかなと思うんですが、ぜひ、マグマグマグロンがね、どんなゲームをやってるのかをね、この、1分2分の間でここの画面で、あ、こんなゲームはやってんだみたいなねそんなのをね、ちょっとね、お見せしたいなと。できればそのね、ゲームの話もね、1分2分ないしはね、ちょっとやっていきたいなとは思うんですけど、尺足りるかしらね、30分ぐらいでね、ちょっとわかんないんですが、やっていきたいと思います。まあ、基本的に、もう一個あるその、チャンネル登録者1000人達成した時の動画も、まあ、どっかに概要欄、もしくはあの動画一番最後まで見たら多分リンクがここら辺に出ると思うんでね、そちらもぜひ、見ていただけるとマグマグマグロンが全部わかるっていう感じになっております。ただね、今自分がこの動画を作るためだけにね、チャンネル登録1000人の方の、動画をね、ちょっと今ねチラッと見たんですけど、テンション低声小さっていうね、この4年間で ね、マグはこんなに元気になりましたね、いや、やっぱりね、自分ではね全く分かってなかったけれども、まあ、ちゃんとこうカメラに向かって喋る、マイクに向かって喋るっていうことがね、多少なりとも得意になってきたんじゃないかなという4年間でした。で、4年間の総括これだけね。じゃあ一個ずつゲーム見てまいりたいと思います。まずは2018年、あとこの4年間だけにしますので、2018年からの、ゲーム実況の話したいと思います。2018年の4月から、10月まで、プレイしていたのが、街づくり系のゲーム、シティーズスカイラインでございます。これにボワンと今出てると思うんですけれども、まあ、昔スーパーファミコンとかね、パソコンとかのゲームでプレイしたことあるかなと思うんですけど、シムシティっていうゲームをね、知っていれば、まあ、このゲームのことはなんとなくわかると思うんですが、まあ、街づくりゲームですね。まあ、市長になって街を作っていく、そういうゲームでございます。今やっている A 列車で行こうとかも、まあ、定期的に街づくりゲームはね、ポンポンポンとね、1年に1回ぐらいはね上げてるんですが、マグはねこれ街づくり系も好きなんですねで、今回のこのシティーズスカイラインに関しては、結構、都市名をねちょっとね、こちらにも飾ってあるんですけどね、ベルディ関連にしちゃったんでね、あまりアクセスは伸びなかったんです、ね、ベルディに在籍した外国人の名前で街作るみたいなね、変な余計なことしましたね。普通に街を作ればよかったのです、ね、それでね結構やってたんですけれども、最多アクセスがね4桁いっているんですよね。いや、だから街づくり系のゲームってのは別にね、トレンドがあるわけでもないので、なんかこう、ふとした時にシティーズが検索されることがあるので、今でも、徐々にアクセスを稼いでくれているというね、なかなか滅多にないですよね、こういうのね。またね、シティーズスカイライン、シティーズシリーズがまたなんか、新作出たらまた遊びたいなと思います。結構ね、有料アップデートとかでね、その、DLC もあったりして、ね、そこら辺もあるんでね、ふとした時にやってみるのも悪くないかなとは思っております。まあでも、本家のシムシティが、もうなんだっけ、権利が分散しちゃって作ってる人もどっか行っちゃったりとかで、なんかもう出ないんだよね、確かシムシティってね。だからまあ、シティーズスカイラインがね、継続して出てくれればいいなと思っております。はい、じゃあ次。この間にね、ドラゴンズクラウンとか、あと何やったっけ、
あと何やったっけ、スカーレットグレースとかもプレイしてるんですが、そこら辺はね、あのリメイクでやってるゲームなので、ちょっとここははしょりたいと思います。そして、2019年の2月から8月までプレイしていたのがね、ご存知アダルトホラー作品ね、キャサリンフルボディをプレイしております。まあ、ね、ちょっとこれ使える映像の部分だけにしないといけないだろうから、多分オープニングにするかな。ね、自分がちょっとプレイした実況の部分が使われるかどうかわからないんですけども、だいぶ端折ってちょっとこう使いたいと思います。ムービーがね結構良かったからね。でも、まあ、キャサリンに関して、このフルボディに関してはあれなんですよね、ちょっとあのリメイク版ではあったんですが、その前の、ノーマルキャサリンの方もプレイして、その時もね、あの全部クリアして全部のエンディング見てたので、フルボディはねちょっとぜひ今回実況したかったっていう作品の一つです。今2019年にプレイしてるんですけど、多分今ね、もしなんかで安かったらね買ってみてください。これ本当面白いです。まあ、パズルゲームなんで、そこがねちょっと苦手な人もいるかもしれないんですけれども、マグのたどたどしいパズルゲームシーンを見ていただければね、こんなんでもクリアできるんで、何度もね挑戦してやってみてください。まあ、基本的な内容としましては、まあね、浮気した人は謎の死を遂げるね、そういうゲームでございますよね。いやいやいや、怖ーいね、そういうゲームでございました。あまり怖くはないかな。あの基本的にマグはホラー実況系をやらないんですけど、バイオハザードとか普通に怖いんで、であとリアクション取れないんで、怖かったらね黙るっていうね、あのもうね出川張りの狩野英孝張りのリアクションができたらいいんだけれどもね、怖いシーンがあったらんってなっちゃう人だから、あのホラー実況に向かない。バイオハザードやっても多分ねギャーギャー騒がないね。それはね多分ねつまらないと思うんでね、まあぜひキャサリンプレイしてみてください。続編出たらいいんだけどもね。そして次、2018年の12月から2019年の9月までプレイした、ドラゴンクエストビルダーズ2でございます。これ1もやってたんですが、1は実況しませんでした。でこれ結構長丁場、ね動画にしてね80本撮ってるので、これはね結構ね、マグもねもうちょっと動画の編集かいつまんでもよかったかなってね、全部終わった段階で思いました。あの余すことなくストーリー全部撮りたかったってのもあるので、こんなにかかっちゃいましたけど、まあ1年かかっちゃってるんですよ、10ヶ月ね。これはちょっとね長丁場すぎましたね。でこれだけ長丁場にやった割にはね、アクセスは今も低いままっていうかな。やっぱりね、あの淡々とストーリーだけ追っかけちゃってるからね、あの、ま、マグが面白いことを言うまでもなくドラクエが面白いだけですからね。ちょっとこれはね、あのなんかコンセプト持ってプレイしたらよかったんですけど、なんかキャサリンをプレイした後だからかな、でなんか建てる建物をやたらこうセクシー系に偏ったのは良くなかったかなと思います。ドラゴンクエストがあんだけね可愛らしいキャラクターなのにね、なんかねちょっとねやたらバニーちゃんにさせてたね。うん、いやまあでもドラクエはいいよね。バニーちゃんにしてもね。ね、なんかバニーちゃんのためのお立ち台を作るのになんか俺一日かけたような気がするんだよね。あれは何をやってたんでしょうか。今、冷静に考えてみると本当何をやってたんでしょうか。ね、まあでもね、ドラゴンクエストビルダーズはね、面白かったので、おそらく、まあ来年、3出るんじゃないかなって思うんですよね。今度3出たらどうしようの、ライブの方にする。あ、でもね、編集して80話かかってるんで、ライブはもっと向かない。いや、これでもね、次出たら絶対買います。はい、次。2019年の9月から2月までの間プレイしていました。こちらも街づくり系ゲームをプレイしていました。ただ、ちょっと街づくりの中でもかなり、ちょっと異質な洋ゲーになっていました。トロピコ6。ね。これはね、なかなかでしたね。まあ、とある南の島で、自分がね、独裁者になるゲームなんですね。普通街づくり系ゲームと言ったら、自分が市長になって税金を集めたりとか、こう、インフラを整備したり、街を作ったり、発展させたり、そういう系のゲームなんですが、このトロピコに関してはね、まあ、他国から干渉されないように、まあ、軍事費とかでね、こう、なんかこう、ガードをしたりとかね、なんか革命を起こそうとする人たちをね、あの、秘密裏にね、こう、ちょっとこう、暗殺したりなんか。ね、あの何も彼は悪いことしてないのに牢獄に入れたりとかね、あの選挙を違法に操作したりとかね、ねちょっとね、あのねなんか世間を騒がしてる時にもかかわらずね、あのマグはこのゲームをやっておりましたね。まあトロピコに関してはね、
あのそもそもプレイしたのが6なんで、トロピコ7が出たら多分買いますね。いや非常にこれはね面白かったですね。だからこういう街づくりゲームはやっぱり1年に1回はやってますね。はい次。そして、あ、次がもう物議を醸したゲームでございますよ。もうオープニングドーン。はい、2020年の12月から3月まで、プレイしていました。新桜大戦。こちらはですね、マグはね、もうほんとね、期待したね。ねセガが満を持して発売した桜大戦。ねいや、もう楽しみにしてプレイしたんですけれどもね、がっかり。ねまあ、で、しかもあの動画も、あのセガの規約の中で、第1章から第4章までだったかな、そこまでしか動画にしないでくださいと、そこから先はネタバレになるので、放送しないでくださいっていうので、まだここまで放送しました。だけど、ここまで放送するまでもなくね、もう世間の評価がもうどん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 下がっていくっていうね、こんなにも評価下がってるゲームをね、最後まで配信しないでくださいってね、何を偉そうにみたいな感じになっちゃってね、ちょっとね。いやいやいや、もう最後まで配信したところで買ってくれる人がいたかどうか。ね。ちょっとね、かなりね、残念なゲームになってましたね。で、まあ、基本的に結構ね、サイトアクセスは4桁行ってくれたんですが、行ったのは結局、マグが最後に、桜大戦のためのこうやってね、顔出し実況をしてるんですけど、あれが結局、マグの最初の顔出し実況ってあれだったっけ？フッティスタの方かな？まあ、ちょっと忘れちゃったんですけども。それで、ちょっとね、こう、顔出し実況してですね、ちょっと桜大戦なんでこうなったみたいな。ね、なんで桜大戦ちょっと低評価なんだっていうね、そういうためのね、動画を上げました。基本的には、こうじゃないか動画ですけどもね。ぜひ、それもね、合わせて、ご覧になっていただくとね、新桜大戦がなんでこけたのか、ね、よくわかると思います。ね、できればあれだな、オープニング曲1曲歌い終わるまでちょっと流してたかったんだけども、どうでしょうね。間に合わなかったかもしれないね。外も喋りすぎてるかね。そしてもう一つ、2019年の11月から2020年6月まで、これも長丁場でプレイしていました、13騎兵防衛剣。ね。これはですね、マグがね、好きな、バニラソフトウェアでしたっけ、好きな会社の名前を忘れた、今。ね、ドラゴンズクラウンとかオーディンスフィア、さらにこの13騎兵防衛剣、もうマグはね、この作り手が大好きでね、結局3作品全部、動画に、実況にしていますので、ぜひ、この3部作全部、ね、ご覧になっていただけると、オーディンスフィアは最高にいいゲームでした。まだ実況してなかった頃なんで、下に字幕が出てる頃なんですが、こちらもね、非常に面白かったです。そして、この13騎兵防衛剣に関しては、もうキャラクターが、まあ、全員高校生なんですけれども、みんな一人一人のね、キャラクターがね、立つようにちゃんとできている。そのストーリーも、過去、現在、未来をね、行ったり来たりしながら、キャラクターをね、一人ずつね、一気にクリアできないようにしてあるのもね、あれ良かったですね。一人一人、どこまでしか進めない、ここまでしか進めないってやっていくことによって、時系列順で見れるっていうのがね、非常に面白かったですね。そして最後の最後の方ではね、ストーリーもね、非常に面白かったですね。これよく考えつくなーって思いましたね。正直、この4年間でプレイしたゲームの中では、ストーリーだけで言ったら、マグはこれ、13系防衛剣が一番いいストーリーだったな。うん、これはね、ちょっと、ストーリーが非常にいいので、ぜひ、プレイしてみてほしいですね、このゲーム。なので、また、この、会社のね、続編がなんか、多分、続編出るとしたらね、2とかは出さないので、また別の世界観でゲーム出してくれると思うんですが、まあ、ちょっとね、あまりこう、パワーのある会社じゃないので、作るのにね、ほんと2年、3年かかっちゃうんですけども、待ちます。はい、そして最後、最後じゃない、前半戦最後、2020年の2月から7月まで、プレイしていました、こちら、VR でできていたスペースチャンネル5、VR。これもマグはね、大学生だったかな、これね。セガで出たゲームでスペースチャンネル5っていうゲームがあったんですが、まあ音ゲー、リズムゲーになるのかな、まあそのゲームなんですが、非常にね、マグはこのゲームが大好きでね、1も2も買いましたけれども、ね、このゲームをまさかの VR で、ね、これでね、かけてやって、もうね、うららがここにいるのよね。こっちだと見えないね。もうすぐここに、もうここら辺にね、うららがいるんですよね。だからね、いやもうたまんないですね。いやまあ、うららがすごいね、こう、
いつものあのテキパキとした喋りとね、キレのいいダンスをね目の前で見るんですけどもね、なんかついかがんでしまうというね、もう横島なマグがいましたけれども、その後はね、あの有料 DLC で初音ミクがここにいるっていうね、そういうのもねできたんでね、あれ面白かったですね。なんか初音ミクでああいうことができるんだったら、セガはあれですよね、もっとこうメタバース的ななんかやってもいいんじゃないですかね。ね、なんかキャラクターとかいっぱいあるんだからね、なんかそういうのもいろいろできるんじゃないかなと思うんですけども、はい、というわけで一旦ちょっと前半戦ここまでにしたいと思います。一旦カット。はい、というわけでじゃあ後半戦いきたいと思います。はい、というわけで後半戦は2020年からになっております。2020年といえばもうコロナですよね。コロナで仕事とかもね、なくなってしまって、おうち時間というのが増えた方も多いと思うんで、この時にですね大爆発したゲームがあったんですが、こちらがね、もうマグも1年、プレイしました、こちらドン、はい、集まれ動物の森でございます。これはですねもうちょうどよかったですねね、本当ねずっとやってましたね。ただね、動画にするのがちょっと難しかったなっていうのはね、ちょっと感想でしたね。マグは一応最初になんかコンセプトを作ってやんないと、これただだらだらやっちゃうだろうなっていうのがあって、でしかも攻略ってものが全くないゲームなので、他にね、あの、あつ森とか動物の森をね、あの、実況している方の動画をね、結構ね、いろんな人たちの見てるんですが、まあ、皆さん、センスあふれ。まず攻略とかテクニックがないので、基本的には、もうセンスなんですよね、やっぱりね。なので、いや、これはね、もうね、かなわないなと思ったので、最初、ゲームをプレイする段階で、とにかくどうしようっていうのをね、悩んだのを覚えてますね。で、結局、今こうして、マグが、4年間遊んだゲームを皆さんに今ね、あの、振り返っていただいてますけれども、じゃあこれ、今までマグがゲームをプレイしてきたゲームの世界観を、あつ森の中に登場させて、マグのね、YouTube なんだっていうことでやろうっていうふうにね、決めて、まあ、鬼しげが出てきましたし、エジルも出てきましたし、ナコルルも出てきましたし、モリガンもいたね。桜大戦、さっき、あれだけ言ってた新桜大戦のメンバーある、あの、主要キャスト全員あの、衣装作ってますからね。だから桜大戦もやったでしょ？うん。で、13騎兵防衛圏のキャラクターも、ある程度の人数作りましたし、部屋も再現しましたね。あ、桜大戦もね、部屋作りましたね。だからそういうことをやって、なんかこう、やることを決めないと、難しいゲームだなっていうのはね、ちょっと思いましたね。何か攻略的なものはもう、ちょっとね、難しいなと思ってたんでね。で、結果的に、4桁アクセスを上げてるのが、あれなんですよね。普通に果物もらいに行くところって、これが最多アクセスなのっていうね。だからね、何が検索に引っかかって、何が関連で引っかかって、どういうのを見てもらえるのかっていうのがね、ほんとわかんないやつでしたね。このあつ森ってのはね。で、まあ、結局1年間、プレイしました。ね。まあでも面白かったですね。これは今まで やったことなかったんですが、このためだけにね、スイッチ本体がね、あちこちで売り切れてて、方々探し回ったのもね、いや、その甲斐あったなっていう気がします。ね。はい、次。そしてこの4年間で、マグはね、一番のゲームはどれかって言ったらね、これになっちゃうかもしれないですね。2020年の11月から、2021年6月までプレイしてたのがこちら。天水のサクナ姫。いや、これは面白かったですね。マグは 2D のアクションゲームがまず好きってこともあったんですが、まさかね、お米育てるってね、いや、考えないよね、このゲームね。ただね、作り込みがほんと半端なかったんで、まあね、農協とかね、農協？あとどこだっけ？農林水産省のホームページとかがね、サーバーが落ちるなんていうね、恐ろしいアクセス数を記録したっていうふうに言われてる通り、お米作りがね、本格的だったんですよね。これがまたね、非常に面白かったですね。で、お米作って食べれば、ね、ご飯食べれば強くなるっていう、そういうちょっと、よそにない、まあ、オリジナリティ溢れるゲームだったっていうのがね、非常に面白かったですね。で、あら美人さん、結局これもね、まあ半年近く、まあプレイすることになったんですけれども、これもね、最後のエンディングは4桁言ってるんですが、それ以外のね、動画はね、意外と下火だったんですよね。だから、
ゲーム好きな人はあれだけれども、そうでない人にはねあまり検索もしなかったかなっていうね、非常に面白かったんですけどもね。だからあのなんか年間ゲームのあのノミネートに入ってたんですけど、入ってしかるべきゲームだったと思います。もしね今年末年始やることないって思ってるんだったらね、桜姫どうですかと、ね、非常に面白いんでね、ぜひやってみてください。 2D 横スクロールアクションが好きな人はねいけると思います。次、この4年間でね3作品遊んでるみたいですね。でこれはもう単純にマグが大好きなんで、もう何があってもプレイするっていう風に決めております。それがモンスターハンターシリーズでございます。ここにはどうしようかな、ライズだけにしようかな、どうしようかな、めんどくさいな3つもやるの。何年だ、2018年の1月から5月までがモンスターハンターワールド、で2019年の9月から11月がモンスターハンターワールドアイスボーンで、今年の3月から9月までがモンスターハンターライズということで、3作品モンスターハンターが入っておるんですね。ただ基本的にマグはね、あのフレンドがいないので一人で、モンハンやってるんですが、基本的にはね、あの過去にはね、あのパソコン版のあのモサしかいないって言われてるフロンティア、あちらでもプレイしていたんですが、マグはねやっぱりこうなんていうかな、協調性がないんでしょうね。だからね、こう仲間と一緒にプレイするとね、ふざけちゃうんだよね。だからね、あのガチ勢と一緒になっちゃうとダメなのよ。なんかね、こうモンスターの糞とかを人にあげたくなるしね、なんかこうタル爆弾をそばに置きたくなっちゃうっていうね、悪い癖があるんですよね。そうね、だからこうね、みんながサインを送ってね、ここにモンスターがいるぞって言ってるのにね、わざと遅れてね、ヒーローは遅れて現れるっていうね、そのチャットを打ちたいがためだけにわざとゆっくりしたりとかね。で、なんかね、ふざけちゃうんですよ、マルチだと。ね。だからね、こう、モンスターがいるとダメなんですよね。だからね、どっちかというとこう、ふざけちゃうので、ソロハンで一人でちゃんと黙々とやってる方が真面目に戦うっていうことなので、そっちでやっております。で、基本的にはね、あの、初心者向けにしたいので、あの、1オツ2オツしてもそのままあえてお送りするというスタンスでやっております。まあ基本的にモンハンは負けてなんぼなんでね、あのやられて覚えるっていう感じだと思うので、あの一撃死なんかね、もうどんとこいっていうね、むしろ一撃死したいっていうね、そういう感じでちょっとやってるんでね、あまりね上手ではないですよね。なんか最近やってて思うもん、なんかね、相手がこの技やってくるなって分かってるのに避けないっていう自分がいるもんね。なんか食らおうとしちゃう自分がね、あれはね、ちょっと良くないよね。だからね、多分マルチやったら迷惑をかけるタイプです。で、モンハンに関しては、サイトアクセスがね、4桁いってるんですが、基本的にはね、2桁で推移するっていうね、全然見てくれない傾向があるんですが、なぜかね、どっかでバズる傾向があるんですよね。これ分かんなくって、だけど、過去にね、多かったのが、川柳骨を集めるとか、尖った骨集めるとか、あ、尖った爪だったかな。ね。だからね、基本的にこう攻略だったりとかはもう有名 YouTuber さんがいっぱいいらっしゃいますし、みんなでわちゃわちゃやって楽しむっていう動画もいっぱいいらっしゃるんですね。だけど、こう、探しても見つからないタイプの、もうこうマイナーな部分、ね、もうそれこそ川柳骨集めなんて、ねえ、そんな有名 YouTuber さんやんないからね、なんか戦いまくってたらいつの間にか集まってるものなんだけど、それだけ集めるっていうのが多分ね、関連に引っかかるんでしょうね。なんでしょうね、未だによくわかんないんですけど、ね、そういうやっぱマイナー路線を攻めていくといいのかもしれませんね。はい、そして次。2020年の9月から、今もやっております。不定期、掲載ということになってるんですが、まあ土日、サカツクがない時とかには、ちょっとポンと、不定期にポンと1個ずつ上げるっていうことなので、1週間に1回どころか、月に2、3回ぐらいしか上げない動画なんですが、スターデューバレーでございます。まあこちらに関してはね、昔からね、ちょっとね、実況とかを見てて、面白いな、やってみたいなって思ってたんですが、まあ、当時はね、パソコンでやってたので、パソコンゲームだったらちょっとできないなって思ってたので、何かに移植されるのを待ってたっていうのがありますね。それでスイッチに移植されて、このタイミングだっていうことでプレイしました。で、今も、まだ1年も経ってないっていうね、まだ秋やってるんだもんね。だからね、スターディーバレーに関しては、まあもう、長くじっくりやろうかなって思います。これもまあ、街づくり系になるんですかね。まあちょっと、
ね、いつになったらクリアするんだって感じかもしれないですけども、長く親しんでいこうかなと思っております。今のところはね、まあ、せめて1年ぐらいはやろうとは思ってるんですが、他にね、なんか土日にポンと上げたいっていう動画があるわけでもないので、まあ、これは多分スターデューバレーは来年も続きます。不定期で。だからこっちが忘れちゃうのよね。何やってたんだっけかなってね。そして次。さあ、ここら辺からはもう今も、放送しているものになります。まあ、今やっているものなんですけれどもね、こちら、FIFA22、過去にはね、FIFA19 もやってて、まあ、同じスタンスでプレイしているんですが、まあ、基本的には一人用のスカットバトルしかやっておりません。で、まあ、オンラインはやってないんですが、まあ、それでも、このゲーム面白いよっていうことでね、ぜひ、そういう紹介の仕方をして一人用でスカットバトルだけでやってるんですが、これね、基本的にサッカーゲームっていうのは秋に発売することが多いんですね。9月、10月。なんですが、マグはね、ちょっと仕事の関係で、9月から12月ぐらいがね、一番忙しいんですよね。で、このゲームはね、試合をすればするほど報酬が多くもらえるので、あまりね、マグには向かないタイプのゲームなんだけど、面白いんだよね。うん。ゴールドにしかね、報酬引けなくてもね、やっぱ引くの楽しい。ね。で、毎週ちゃんと目標やったり、スカットバトルやったり、SBC もやってるだけでも、まあ、10万以上パックが引けるってのがいいですよね。無課金でもね。なので、ね、ちょっと非常に面白いなって。この間、今週上げた動画なんかはね、あんなに低ランクのパックを引いたのに、クリスティアーノ・ロナウドが引けるってことがね、実証されたので、いや、これはね、ちょっとね、あんまりサッカーシーンが映ってないのがね、ちょっと残念なところなんですけれども、ね、ちょっとスカットバトルのなんかいいゴールシーンがあったらちょっと撮っとこうかなと思うんですけど、あれ毎日やってるんでね、1日2試合は最低でもやろうって思いながらやってるんでね。ただね、今回ちょっと今までのと違うのは、ワールドクラスでも勝てるようになったってのは、前回全然ダメだったんですよね。コンピューターにも勝てなくってね。だからね、徐々にうまくはなってると思うんで、まあ、来年ちょっとはオンラインやってみようかな。ね、いよいよ。やってみようかなとは思います。ね、ちょっとどうなるか分かりませんけど、まあ、ボロ負けでしょうね、きっとね。はい、次。これは、もう完全に今も主要タイトルの一つになっております。サカツクロードトゥーワールドになります。ゾン。2018年から始まっているので、ちょうどこの、チャンネル登録1000人を突破した後、稼働したこのゲームなんですが、まあ、マグはね、サカツクも大好きなんでね。なので、まあ、それまで、サカツクシュートもずっとやってたんですけど、サカツクシュートに関しては動画をアップしようってね、思ってなかったのと、スマホアプリなんで、できんのかできないのか分かってなかったっていう技術的な問題でやらなかったんですが、これは稼働日なんだから、このタイミングで勉強して、覚えようって思って、すぐにドーンと稼働日で、ね、サカツクプレイさせていただきました。で、それを今もう延々とやって、もう 300?今何個ぐらいサカツクの動画あるんだか分かんないんだけど、300いっちゃってるんでね、1週間に1回だけ放送しようっていう風に決めてやっております。まあ最初の頃からね、スタンスとしては、まあ、無課金でプレイしようということで初心者向けの動画にしているので、まあ攻略めいたことは一切、まあ、やらないと、まあ初心者ができる程度のね、攻略ぐらいしか教えないのと、教えないっていうのも変だね、ね、喋ってないのと、あとまあ、基本的にはね、マグはね、こう、オールドサッカーファンですからね。エピソードトークはいっぱいあるのよね。だから出てきたサッカーってのは、サカツクは特に古い選手ばっかり出てくるんで、ああいうのをね、喋るのはね、好きなの。ただね、300話もあるから、どっかでね、同じ話何回かしてるかもしんない。ね、それはもうね、マグがね、おじさんだから。それはしょうがない。これからもお付き合いください。ジョン・テリーのこういうのはもう、また言うかもしんない。ね。そして、もう一つ、まあ残念ではありますけれども、2019年3月から、今もまだプレイしておりますが、来年3月が、タイムリミットになっております。そこまでになっております。ああ、どうなるんでしょうかね。わかりませんけれども、頼むから俺がホームにしているゲーセン、まだ片付けないで、3月まで置いて。まあほんとそんな感じなんですけれども。はい、というわけでこちら、WCCF フッティスタになります。こちらも、まあ、バージョンアップしていくのでね。まあ3作品にはなるんですが、まあちょっとすべてひっくるめてフッティスタということにしたいと思いますね。で、この4年間でマグが上げた動画の最多アクセスはこのフッティスタになっております。ひたすら引く動画、画面壊れた。って書いてあるやつですね。あれが、7000アクセスを記録してくれているので、結局この4年間で一番アクセスが良かったのはフッティスタということになっております。一個一個で言うと、サカツクの方が上なんですが、
ちょっと跳ねた率が復帰したのが高かったですね。まあもともとこの YouTube を始めたのは WCCF がきっかけなのでね、まあ非常にちょっと残念ではありますけれども、これでサービス終了となっております。3月まで皆さんどうかお付き合いください。はい、というわけで、以上、4年間をぶわっと1分か2分ぐらいでね、ちょっと皆さんにお届けしました。マグはこの4年間これだけのゲームをプレイしていました。またチャンネル登録3000人になるまで一体マグはどれだけのゲームをプレイするのか、さあまたねこういうふうに、ね、お伝えできる、ね、日が来るといいないいよ別に4年かかっても5年かかってもね。あとここまでねやってきて結構ねマグもね1年ずつ、YouTube の動画、上げてきているんですが、未だにね何が、アクセスがいいのかっていうのはね分かんないのがね実情ですよね。これだけやっててねやっぱりまだ分かんないですね。であとマグがやってるゲームのスタンスはあんまり変えたくないっていうのもあるので、結構ねあの大物 YouTuber さんなんか特に多いんですが、結構何個か単発でポンポンポンって上げてダメなら切っちゃうっていうのがね結構多いんですよね。ストーリーものなのに3話4話で切ってもう次のゲームやっちゃってたりするんですが、できればね基本的にマグはあの人気ゲームをやるというか、マグがやりたいゲームをやりたいので、それをやるんだったらアクセスが低くても最後までっていう風にどうも決めてやりたいので、まあ結局自分がやりたいんでね、最後までそれはクリアしたいですからね。なのでちょっとねそこら辺がね多分なかなかねチャンネル登録者がぐん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 っていかない理由の一つかもしれないんですが、それでもまたやっていきたいと思います。今回の動画良かったという方はコメント高評価チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、というわけで以上になりますが、今のところね来年1月にちょっと久しぶりにロールプレイング系のゲームをプレイしたいなと思います。なんかちょっとね内容見たらね面白そうだなと思ったので、1月には新しいゲームをプレイしたいと思います。そしてもう一つは2月に、まあ、対戦格闘ゲームが、発売するので、そちらは多分ライブの方になるのかな。まあ過去にはライブの方でね、サムライスピリッツをやってたので、まあそっちになると思います。まあ今のところ予定はこの2つしかないのでね、またなんかいい話があったら、ね、その新しいゲームやるかもしれません。で、実はですね、今回の特別動画、今日は大晦日。で、まあもう一つ明日、もう一個、特別動画を上げますので、ぜひ明日の方もご覧ください。今回今、お伝えしたのは、編集した動画だけなので、ライブ実況は、明日の方にちょっとここに移したいと思います。で、ライブ実況並びに、今後、マグにこんなことやってほしいっていうね、そういうのをね、ちょっとね、募集する、そういう動画を上げたいと思うので、ぜひ、ね、次の明日の動画もよろしくお願いします。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。はい、というわけで何年かかるんだろうね次動画作るのね何年でもやるさ